Sylvie Polapala. やっぱうちに来んか？地下闘技場だけで終わらせるのはもったいなさすぎるぞ。にしし、ありがとね、社長。ちなみにポーラ、選手じゃなくて副社長としての採用なら大歓迎なのだ。私らと目が合うだけでビクビクしてたのにさ。あんた、ずいぶん雰囲気変わったよにゃ。ポーラはもう、目玉ちゃんと二人ぼっちじゃない。ミアンやククリン、社長たち、お友達から勇気という強さをもらったのだ。だから、ポーラは絶対に負けないぞ。レンジビー KOF50。 ポーラの魅力にシビビプレイ。